近藤争奪戦すごいな。パリーグ5球団って過去にあったのか。いや、ないと思うな。けど楽天だけ行ってないの意外すぎるよね。どこにでも首突っ込む感じだったの。確かに物足りないな。FA 選手取りすぎて人的保障でその年に取った FA 選手放出するぐらいやってほしい。いや、20人以上取ってんな。てかそんなに FA 宣言しないからね。あ、そうか。人的保障で出すぐらいなら FA 選手育成契約にするもんな。いや、それ巨人の1000倍特許だろ。真似すんな。よし、ホークス敗退した。なんで喜んでんの？ホークスファンじゃなかった？久々に補強本気出しそうだろ。だって近藤、オスナ、峰井でしょ。まだまだ足りないな。峰井意外だな。今はほぼ正捕手だし残留しそうなのに。沖縄だからなのかね。森行くと思ったんだけどね。森狙わないってことは決まってそうだな。オリックスか巨人で残留の選択肢なしか。森は巨人っぽいよね。なんか最近の動き見てると。侍ジャパンで原監督に挨拶言ってた。黒髪にしたり髭剃ったりね。移籍しそうだよね。ええ、お客さん少ないのは半分冗談だろうけど、行使したし残余はなさそうだよね。なるとオリックス地元だし巨人とは限らないかもな。優勝できるチームも魅力だよね。森がどこ行くか次第で他に FA した伏見と峰井の状況も変わってきそうだよね。おかしいな。伏見と峰井ってキャッチャーにしか FA 市場開かれてないのか。確かに近藤もキャッチャーだもんな。梶谷 FA できたのに育成はきついな。永内は50試合投げたのに育成だしな。めちゃくちゃ戦力なのにな。いや、もう誰が育成になるかわからんな。育成の方がいい打線組めるようになるかもな。人的保障対策なら10月に育成落ちして12月に支配下選手登録ってのもあり得るね。もう育成選手坂本勇人が出来上がる日も近いかもな。すでに一人いるよね。千賀メジャー行くしやばいな。来年のホークス投手陣、それで藤井が先発転向するのか。ああ、まっすぐとフォークで千賀とタイプ似てるし面白そうだね。俺も先発やるみたいだし、今度は勝ちパターンがいなくなるな。誰になるんだ。うん、松本と、あと去年獲得した又吉と、でモイネロじゃない。また 3M か。前回又吉、モイネロ、森だったけど。ああ、来年も揃わなさそうだな。オスナ取れなかったら解明してもらおう。FA 宣言か。巨人とオリックスのプロテクト予想しとく。そうか。おかわりくんと栗山に感謝しなくちゃな。巨人行ったとして人的保障誰が来る？長野だ。来季は3番ライト長野だ。Cランクが宣言したの。あ、もう出てっちゃうな。またか。何回目でもなれないな。峰井移籍しそうだな。そうだ、来年の頭から松尾くんに出てもらおう。札幌ドームで最後挨拶してたのにな。本当に終わりだな。近藤今年 FA だけど、日本ハムの状況を見てたら出ていくなって言えないな。けど数少ないまともなバッターだし、いなくなったら日本ハム終わっちゃうよね。近藤って西武ファンらしいけど、同じリーグ行くのはやめてほしいな。もう FA だと辛すぎるからさ、今年も去年のあれやろうよ。そんな理由でやんな。